はい、皆さんこんにちは。今時間が何時だ、ちょっと待って、1時55分で、これからトレーニングジム、おお、なんかちょっと待って、三脚が下がって、待ってで、ジムに行くんですけれど、今沖縄では普段エニタイムで行ってるんですけれど、今日から新しくジムに入会します。そのジムは、家から30分ぐらいのところにあって、近くはないんですけれど、撮影もできるし、カネキンジムのようなかなりモチベーションの上がるようなジムなので、まだ入会はしていないんですけれど、今日その手続きをして、今日からそのジムでトレーニングをしたいと思ってます。ということで、 EA とかドリンクは OK だし、お弁当も今2食分作って準備完璧で、おとといね、基地に行ったんですよ。基地に行って、今日はこれにしよう。基地入って、で、基地のスーパーで買い物して、こういうエナジードリンクとかゼロカロリーです、これ、もう買えたので、ドライブしながらね、30分ぐらいこれ飲みつつ、テンション上げてジムに向かうって感じ。もう僕の理想のジムに行くスタイルを、なんかもうそれだけで楽しいですね。というわけで、これを持ってジムに行きましょう。今ね、乾燥機回してるんですよ。だからちょっとうるさいかも、ごめんなさい。やばい、車の中が灼熱すぎて。乾杯。バンサワーヘッズゼロカロリー、素晴らしい、こんなやつね。いくらだろう、何ドルだっけな、2.5ドルとか、300円ぐらい。あ、匂いはいい。いただきます。うまい、ベリーが効いてる。Dresses in your closet, but you grab them tight. You in love with being modest. You a mood body giving interviews. I'm just saying I'm amused, but you ain't even flexing. And you cool, tatted up, cover wounds, different vibe, you know improved. But you ain't even flexing. And you ain't just. はい、というわけで今トレーニング終わって、ジムの横がもうサンセットビーチっていうアメリカンビレッジのビーチがあるので散歩してます。ちょっとお弁当持ってきたからこれを食べます。
でご飯を食べる、最高じゃないですか。なんか、ね、誰かメガネ忘れてる、かわいそう。僕はお弁当を食べる、いつものやつとコンビニスプーンとコンビニで炭酸水、これを食べます。よし、じゃあいただきます。先炭酸水ね。気持ちいい、海の横で。鳥も鳴いてて、結構鶏肉が多くて、あのタコスの味付けなんですけど215ぐらいあります。で、米は180あります。これがね、今日の3食目ですね、多分。これを混ぜる。マジ千葉にいた時と変わんない。とりあえず人間が来ないことを願ってます。人間来たら恥ずかしいから。いただきます。うん、うまっ。結局ジムにね、どれぐらいいたんだ、2時間以上いたかな。うん、まあ2時間ぐらいか。いや、もっとだ、3時間弱だ、間違えた、1時間間違えた。3時間ってやばいな。今後は、今日行ったフォゴジムをメインに使っていこうと思います。もう設備もちゃんと全て揃っていて、カネキンジムのような感じですね。かなり自由が利いて、トレーニング中脱いでも OK だし、動画を撮ってもいいし、もう本当に最高です。本当にありがとうございます。特にマシンが全てテクノジムっていうマシンで揃っているんですけれど、普段ねテクノジム使わないからかなり新鮮で、またこれから違った刺激が体に入ってくると思うととっても楽しみで、もうでかくなる気しかしないです。今日はね、腕トレということでマシンはあまり使わずに、うん、フリーウェイトとかダンベルとか、まあ、多かったんですけれど、まあ、背中、胸、肩、足、うん、マシンいっぱいあるんで楽しみです。なのでこれからの動画も楽しみにしててください。で、まあ、一番使ってて思ったのが、まあ、そのジムの人たちが半分以上が外国人。この北谷はもう基地もすぐ目の前ですし、まあ、もちろん沖縄なんで米兵さんがいっぱい住んでるんですよ。だから、あの米軍基地にいるような気分でしたね。米軍基地も、まあ、米軍基地はそうアメリカ人しかいないから、もうすごいモチベーションも上がるし集中できる、うん、なんかみんな頑張ってるんですよね。なんかそんなようなそれに近くてすごい集中できて、うん、本当にこの減量の大事な時期にこんないいジムを使えるなんて本当に嬉しいです、はい、ということで本当ジムにも感謝して、沖縄に感謝して、引き続きこれからまた頑張ろうと思います。ぜひね、沖縄に住んでる方はもちろん、ビジターもやっているみたいなので、沖縄に旅行に来る方はあの施設を味わっていただきたいです。すごい更衣室とかも高級感あるし、すごいジムも綺麗で、で立地が最高です。トレーニング終わったらすぐ海行けるし、すぐアメリカンビレッジ遊びに行けるし、で中心地なので北谷っていうのは上にも下にも横にもどこにでも行けるから、マジでおすすめ、はい、ちょっとこれ食べちゃいましょうか。猫が来た。よし、ご飯食べ終わったんでこんな感じですね。ここはチャタン、すごくね。でね、若干夕焼けが見える。ちょっと待って、ほら。でね、最近の天気おかしいんですよ。まあ沖縄って天気予報当てにならないからあれなんですけれど、今日も天気悪いはずだったんだけど晴れたし、めっちゃ晴れたし、だからまあもう天気予報は気にしちゃダメですね、はい。すごい最高だ。ちょっと肌寒くなってきたんで、そろそろ帰宅しようかなって感じ。すごいすごい潮が引いてる。こんなあっちがねアラハビーチで、あっちがアメリカンビレッジ、はい、こんな感じ。
伸ばすといいね。